大焼き、全部大焼き。試合終了。こうやって全部大焼き持ってきたら笑えるけど、多分持ってこないだろう。たい焼きのソースにつける大変なことになるからな、中にあんこが仕込まれている。あれおかしいよ、星野、真ん中の油が油かと思ったんやな、どうやれば水族館周りがなんかすごいことあってるよな。これ何？一回取ってきたはずなんだけど、なんかよくわかんない。ゴミ。生ゴミ。イカの味したゴミだ。捨てられるけど。え？今欲しいのかそれね。石前の唇。どっち今の？熱かったの？気持ち悪かったの？揚げるってさ、5分間ぐらい上がらねえからさ、何もできなくなるんだよ。デザートエリア見に行かね。いいよ、そんな早く動いてよかったら。お茶漬けこう、なんかお茶漬けうまそうじゃない？プリ？嘘だ。嘘だ。こっち。
しいね。これうまそう。なんだろう、アセロラかな。いい、あ、いいんだよ。そしたらもらおう。ちっちゃいね、コップ。ちっちゃい。健康緑茶。どうしよう。お前ブドウ酢ないって。神々しいお姿よ。あとでマシュマロ食いまくろ。チーズワンデューはいいかな、正直。顔面突っ込みだな、ダメだ。突っ込みダメだよ。夢だけどね。ベイクドチーズケーキ。大丈夫、星野は後でご期待に添えてね、星野は後でご期待に添えてチーズケーキをチーズフォンデュしてくれるから。おい、チョコケーキ頼むんですか。そっちがいいな。え、俺そっちがいいな。逆にする？チーズケーキチョコフォンデュする。おい、チョコケーキチンズフォンデュですから。絶望よ。今逆にするうちにさ、よっしゃチョコ食べれんじゃんと思った瞬間にさ、そっちは逆やつ。俺がチーズケーキさらにまずくなった。僕らの鉄板の、僕らは鉄板の、僕らは鉄板の、鉄板じゃないよ、お前が。お前ちゃんと泳げてるよ、水中を。僕らは水中の中を泳いでいるんだけど、どうやらこれは僕ら上がってる。いや、確実に誰に不思議は刺さってない。刺ってあげられたるためにいる。そうして上がった僕たちを星の一口で味わったのさ。今分かった、油が滴った。これ大変やばい状態になったから今。よくさ、今までさ、子供がえーって手突っ込むさ、危うい事件が起こらなかったね。いなきゃいけない。ジョッキの書ってなんか石間があったら上げそうだ。石間ジョッキでしかも上げる。しかも石村かぶれとかさ、アビロとかで言った石村踊れ。言い回しが石村かわむれろ。楽しませろ。暑いな、あの人にやるってみたらお前も食らいたいんじゃない。この発言の10秒後には彼はこのようにやりますと。あっち？そっち？勝ったな。ブシャーってかけたらしぼんちゃった。え？ブシャーってかけたらしぼんちゃった。あら。はい、あっち、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 はい、はい、はい。はい。そんな目で我を見るの。タイヤキック。
ゾンビの鳴き声